こんにちは、ルナです。今日はこちらのリルムーンのクリームグレーズとアイドールのオールドファッションっていうカラコンを使ってタイプの違ったハロウィンにもできるようなメイクをしてみたので、よかったら見てみてください。そしてこちらのカラコンがお得に買えるキャンペーンがあるので、そちらは最後に紹介しているので、よかったら見てみてください。それではカラコンをつけていきたいと思います。まず最初のメイクに、こちらのリルムーンのクリームグレージュというお色を使っていきます。こちらは私は結構何回も使ったことがあって、すごくつけ心地も良くて発色もとてもいいのでお気に入りです。カラコンつけていきます。つけている方とつけていない方なんですけど、色素がすごく薄くなった感じになります。両方つけるとこんなお色になります。もうつけた時もゴロゴロ感がなくって、すごくつけているかわかんないぐらいの自然なつけ心地になります。目の色を変えたら次はアイメイクをしていきます。まずこちらのお色を使ってアイホール全体にシャドウをのせていきます。次にこちらの色を使って二重幅より少し上目のところまでシャドウをのせていきます。次にこちらの色を使って二重幅までシャドウをのせていきます。上のシャドウが完成したら、次は下ラインを描いていきます。まずこちらのアイシャドウをこの下まぶた全体にのせていきます。囲みラインができたら、次はアイラインを引いていきます。アイラインは跳ね上げて描いていきます。アイラインが引けたら、次はチークを塗っていきます。次に赤色のリップを塗っていきます。はい、こんな感じで少しカラコンがグレーがかっているので、クールな感じな印象になります。いつもの雰囲気と変わるので、ハロウィンにもおすすめなメイクです。最初に使うカラコンがこちらのアイドールのオールドファッションというカラコンを使っていきます。私はこちらのアイドールを使うのが初めてで、ちょっとどういう発色になるのかがわかんないんですけど、まずちょっとつけていきます。今回はちょっと可愛い系のメイクをするので、縁ありのものを選びました。パッケージがとても可愛いです。はい、こんな感じで、色素が薄いのが好きな方とかにはとてもおすすめのカラコンだなと思います。あと縁が細くくっきりしているので、目がはっきり見えます。縁がボケていない分、黒目がきちんとあるような感じで、すごくチュルンってなります。ほんと可愛いです。これこういう感じのカラコン好きです、私。それではアイメイクをしていきます。まずこちらのピンクベージュの色をアイベースとしてアイホール全体にのせていきます。次にこちらの色を二重まぶたの上ら辺までのせていきます。目頭にこちらのお色を半分入れていきます。次にこちらのサーモンピンクのお色を目尻にのせていきます。こちらのブラウンを使って下ラインを描いていきます。先ほどベースに使ったピンクを使って涙袋を描いていきます。そして涙袋の影を描いていきます。アイラインを引いていきます。目は垂れ目風にしていきます。チークを入れていきます。リップを塗っていきます。こんな感じでドーリーなメイクの完成です。以上でカラコンを使い分けたメイクの紹介です。今回先ほど使ったカラコンをお得に買えるキャンペーンがあるんですけど、私が紹介したこちらのリルムーンとアイドールの
種類が2つあるんですけど、まずこちらがセット1の方でリルムーンのセットと、こちらがアイドールのセットになってます。で、どちらも2つカラコンがついてきます。それにプラスいろいろおまけがついてきます。まずどちらのセットにもこちらの可愛いマカロン型のカラコンケースが2個ついてきます。こちらのパックがついてきます。こちらの爪を磨く時に使うネイルシャイナーがついてきます。そしてこちらのモノトーンのすごくおしゃれなミラーがついてきます。こんな感じで、とても素材がしっかりしていて持ち運ぶのにもちょうどいい大きさで便利だなと思いました。先ほど紹介したカラコンと先ほど紹介したおまけがついてるセットになってます。なおかつ送料無料なので、とてもお得にカラコンが試せるなと思いました。ハロウィン当日のメイクに合わせていろいろ選べます。概要のリンクからチェックしてみてくださいね。今回も動画を見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。そして Twitter とインスタも更新しているので、よかったら見てみてください。ありがとうございました。バイバーイ。